はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。悩みがある時の対処法っていうことで、そんなテーマで話をしていきます。まあ人間ですね、生きていればどんな些細なことでもいろんな悩みとかお困りごとっていうのは当然ありますよね。で、まあ、その時にこう皆さんは、まあ、悩み事があった時とかにどんなこう問いかけっていうのをこう自分にしてますかね。例えばそうですね、よくあるのが自分はこういう時に何をしたらいいんだろう、何をすべきなんだろうっていう風に、そのいわゆる英語で言うところのシュッドですねっていう考え方をするんですけれども、これ実は危ない考え方でして、何をすべきかっていうことを考えるよりも、自分にその悩み事や困り事に対して何ができるかっていう風に考える方がいいっていうのが、結論です。で、これ違いは一体何っていうところなんですけど、すべきっていうのはどうしても正しい答えだけを探そうっていう風に脳が働いてしまうんですよね。つまり白か黒かっていう幅の狭いイエスノーだけの回答を考えることになってしまうんですよ。ところが何ができるかっていうことを考えると選択肢の幅っていうのが広がるんですね。あ、自分にはこれができるかもしれない、あれができるかもしれない、こういうやり方もあるよねっていう風に幅が広がっていくと、で解決策がさらにそのできることに対してさらにこれを加えていくと、もっといい解決方法がつながっていくんじゃないかっていう風にブラッシュアップされていくわけなんですね。でこれは一体なんでこういう、結論づいたかっていうと、あの実験をやってモラルに関する、まあ、道徳とか倫理に関する実験を行ったんですが、末期がんの奥さんを救うために旦那さんがその治療費を稼ぐための、まあ、盗みをしましたと。でその夫を、まあ、許すかどうかっていう実験をしたんですね。で半分にはその許すかっていうような問題に対して、許すべきかどうかっていう、どうすべきだったかっていう、さっきのシュッドの問題を出したんですね。でもう一方でもう半分のチームに関しては、その夫は何ができただろうかっていうふうに考えてくださいっていうことを、まあ、問いかけてみたんですね。そうなった時に何ができたかっていうふうに問いかけたチームの方がクリエイティブな解決方法っていうのが浮かんだんですね。盗み以外に奥さんのがんの治療のために、その入院費とか治療費を稼ぐための方法っていうのが他にもいっぱいできたけど、夫を許すかどうかっていう白黒の判断、イエスかノーかの判断しかしない方で考えたチームに関しては、いや夫は奥さんのためだから許すべきだった、いやたとえ奥さんのためだっても盗みは良くないっていうような、まあ、解決策考えつかなかったっていう、まあ、パターンの方が多かったですよっていうところでしたので、ですから、まあ、皆さんがいろんなこう悩み事を抱えられた時に、すべきっていうことを考えるというよりも、数ある選択肢の中から最もいいなと思えるものをきちんとピックアップできるように、自分にはこの悩み事に対して、困り事に対して何ができるんだろうっていう考え方をぜひしてみていただけるといいかなというふうに思います。でそういういろんな可能性を考えることで、あのすべきになってしまうと、もうこれが正しいと思ったらもうそれにまっしぐらになってしまうんですけど、何ができるんだろうっていうふうに選択肢に幅を戻せることによって、いろんな選択肢に対しての価値観っていうのがフラットに考えることができるようになります。ですから何か悩んだ時に、この状況下において自分は一体何ができるんだろうかっていうことをぜひ考えてですね、取り組んでみていただけるといいんではないかなというふうに思います。ということでした。こういうのをですね、コーチングの中でもセルフコーチング、自分に対してコーチングをかけるっていうものになりますので、ぜひですね試してみていただけたらと思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。